倫理研究所 USA がお届けするおはようロサンゼルス。倫理研究所とは現在日本、アメリカ、ブラジルなど個人会員およそ20万人、法人会員としてはおよそ6万社の企業がメンバーとなっている一般社団法人、民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養から T 先生の魔法というお話ご紹介してまいります。小学校に勤めて25年になるベテランの T 先生、出席を取る際は名前を読み上げるだけではなく、児童一人一人に、高文くん熱下がったの、ゆきちゃんいい返事だね、というような声かけをします。ある日 T 先生は代理で隣のクラスの出席を取りました。そのクラスにはいつも遅刻をしてくる児童がいて、その日も遅れて教室に入ってきました。授業が始まってから教室に入るのは勇気がいるものです。 T 先生は本当によく来たなと思ったので、マキちゃんよく来たねと心から褒めたのです。すると遅刻の多かったマキちゃんがその日を境に遅刻をしなくなりました。そのクラスの担任から、 T 先生どんな魔法をかけたの?と聞かれて、誰も遅刻をしたいと思って遅刻する子はいないんですよと答えたそうです。人は誰かがちゃんと見ていてくれる、分かってくれると思えた時、やる気や元気が出てくるものです。職場においても同僚や後輩のことをきちんと見て、良いところを見つけて声をかけたいものです。いつもこの番組でご紹介している職場の教養は、倫理研究所の法人会員に配られている非売品の冊子となっています。この職場の教養、読んでみたい、そして興味があるという方は TJS ラジオまでご連絡ください。 info@tjsla.com 毎月5名の方に職場の教養をプレゼントしております。また倫理を学んでみたい、興味があるという方は角園さんまでご連絡ください。 310-518-0417 310-518-0417 です。今日の心がけ、良いところを見つけて声をかけましょう。